皆さんのもピーマンドです。今回俺と横浜の143日物語自供16回目は5月19日から始まるヤクルト3連戦をプレイしていきましょう。首位のチームとの戦いになるわけですね。ただこの首位のヤクルトに対してここまで5勝4敗、5月も1回戦ってるんですけど、その時も勝ち越しできてますからね。意外にも首位相手にいい戦いができている。まあその分他の球団にボコられて今、ね、現在3連敗中ですけどね。痛い思いしてますけど、またここでいい思いさせていただきたいと思いやすのでね、行きましょうよ。1戦目チームがチャンスになるとプレイしていきたいと思います。相手の本拠地で行われる戦いですからね。ちょっと前回筒香の謎のプレイがあり壁に衝突し、そして今怪我の違和感持ちですから、まあ2日で治るので3試合目には万全な状態で出れますけども、まあ違和感持ちですけど試合には出てもらいますから、筒香さんいなくなると困るんでね。1戦目の先発は久保。ここまでの防御率は素晴らしいね。今日の好投も期待よ。打線の方ではちょっと今日梶谷が絶不調ということもあるからな、出ずっぱりなんでね、今日休養日としようかな。調子も悪そうだしね。田村さんを起用して田村2番で、使うのありじゃないですか。よし、このベストオーダーで1戦目いきたいと思いますのでね、チャンスでしっかりと打ちましょう。プレイボール。さあいきなり打ってくれてもいいんやで。どうだ、うん、簡単に終わったね。でこっちはいきなり地点早いっす。2点目っす。今までの戦いが嘘かのようっす。やめてくれませんかね、すぐに現実見せつけるの。今3連敗で苦しんでるのに、いきなりここまで高騰してくれてた久保が失点をするというね。ないなこの展開ね。2点取りたいけどもここまでチャンス作れてないからね。早く、いやちょっと待って、4回までノーチャンスってどういうこと。やめていいですか、初めからやってもいいですかね。なわけないでしょ。ちょっと待って、1回、いやいや5回までノーチャンス。俺がプレイする前に試合終わったわ。ボコボコ、この流れ止める術なくって感じやね。どうすんねんこれ、俺一度もプレイしてないんだけどここまで。いやーちょっと9回までこんな感じが続くんなら最後のイニング僕がプレイしますので、いかんでしょこれ。なんでよお前、ノーチャンスすぎるだろいくらなんでも。このまま行くの、チャンスを作れまず。おー来なかったね。じゃあもうこれちょっとプレイ方法を切り替えましょう。今日はチャンスでのプレイだったんですけどもね、そのチャンスが一回も来なくて一回もプレイできなさそうなので、残りの攻撃すべてプレイしていきますわ。まずね、4点取らなきゃ試合は終わるので、9回に4点取って、いやもう一気に5点取って勝つよ。逆転の野球見せてやりましょうよ。まさかこんな展開になるとはね。やっぱ首位のチーム強いわ。ああでここまで勝ち越せてたのはただの運ラッキーだったんだね。実力ではないわ。実力差が存分に出てた1試合となりましたね。立山にお前完封されるんかい。野球サイボーグ復活やなこれまたね。この球威のない球も捉えられないからここまでチャンス作れなかったんやね。あそう、さーて野球サイボーグの立山に9回1つアウト取られて、あと2つ。ここも当てただけのバッティングじゃヒットになることはない。あと1つでゲーム終了ですよ。どうすんねん、やるしかないやろ。田村さんお願いしますよ。ここまでそこそこいい成績は残してくれてるんだからね、ベテラン対決。振り回せバット、そして飛ばせスタンドへ。スタミナもね限界まで来てますから、結構球威のない球来てるんでね、2アウトからでも十分逆転劇を起こせる可能性はゼロ。はい、終わり。はい、ゲームセットですね。しょうもない1戦目お送りしました。まだ2戦残ってるんでそっちで頑張りましょう。チームは4連敗です。次、気持ちはもうそっちに切り替わって、さあ続けて2試合目の先発は番長三浦と石川の投げ合いということになるわけでございますね。いや左に得意な選手が非常に多いので、うちの打線はね、梶谷にしても田村にしたってそうですからね。いやチャンスで溢れてる1試合になるとは思いますが、今日はピンチでプレイしていきたいと思います。まず守らなきゃ勝てませんからね。援護は自然に入りますから、番長三浦で失点しないように、やるしかないよね。今4つ黒が並んでる状態なんで、黒ってそんな好きな色じゃないんでね、僕全然ね。ほんでヤクルト6連勝なんだね。連勝中と連敗中のチームの対決になってるわけだ。さあどっちが先に止まるか。さあ今季11回戦目、先ほどのようなクソゲームにするつもりはないからね。やっぱこのプロスピではね、ヤクルトは非常に強いから全ての指標で負けてる。チームの防御率もそうだが、チーム打率も差があるっていうね。そら勝てへんで。これまでよく勝ち越せてたね、これだけ指標に差がある中でね。さあでも今日のね石川がこれですから、チャンスで溢れてると思うもんでね。もうすぐに試合を決めてもらいたいけどね。
1回、おぉもうなんなのよこれ、2015年のヤクルト強すぎんだろ。番長三浦一つのアウトも取れずに、お前もうマジで対照的やね。淡々と終わったやつだとね、淡々と点取るやつだ、そら勝てへんで。なんでこれまで勝ち越せてたんだろうね。何一つとして理由がわからねえわ。自分でやってきたはずなんですけどね、なんか勝った記憶すらもなくなってきた何して勝ったんだろう。これはきついな。うわ山田はね、この山田全盛期ですから簡単に終わってくれねえんだよな。スローチェンジアップいってみよう。決まった。これはもうファール、いいとこついてんの全部当ててくるやんけ。うわどうだどうだどうだ、取れるよな梶谷。オーケー、ただランナー三塁にタッチアップで、これでまた失点のピンチで、次バレンティンでしょ。いや違う、畠山か。まあどっちしろ打ってるからね、まあ、バットン当たれば1点のケースですし、まあ、2点目やりたくないので、ここはね前進守備でやるしかないでしょ。やらんよ番長の裏でね、踏ん張れ大輔。角やん、ちょうど角やん。え、なんでボール判定、いや審判さんね、後で直接聞きに行くわ。大勢引きずれてね、助っ人外国人引きずれて、いやほんとふざけんなよマジで。うわーで抜けていく、わーわーわー、はい2点目です。さっきと同じ展開です。ここからまだまだボコボコタイム始まるとです。マジでもう全然ダメっすね。あらららら、1回の攻撃まだ終わってないよ相手のね、まだピンチくるわ。2点だな、許容範囲としてはね、まあ、初回に2点失点したやつはその後も失点するとは思うけども、まあ、でもここは2点で食い止めて、言ったでしょ、相手がね石川ですし、その石川成績残してないのでチャンスで溢れてるとね、うん、いや石川攻略できなかったきついよ。いやなんでロペスは投げないんだよもうちょっとバンジュメラのベースカバーも遅かったね。今もう少し走力の速い選手なら内野安打あったよ。もう勘弁してくれよ本当。いやもうなんでお前、いやいやいや、ひどい三者連続三振じゃないかお前。そのうちミノさん二つで論外やろ。もう帰れ、クビにしたのか本当ね。その場の勢いで全部クビにするのもありかもね。よし梶谷が打ってタイムリーですよ、素晴らしい。はい、バレンティンにホームランを打たれてまた点差広がる。もう勘弁してよ。あーでロペスにもホームラン生まれたね。よしよしいいぞ、1点差だ。もうやるなよ番長。あーここでピンチきますが踏ん張りましょう。とりあえず5回までだな今日はね。その後は無理そうだな。三振も一つも取れてないからね。三振なんて一つの結果ですからね、どうでもいいんですよそれはね。もちろん三振取れた方が理想的ではあるけども、おーしいぞ。4回投げ切ったが、まだあと1イニング投げてもらわないとね。1点差したんですから、台無しにするねベテランがいてたまるかっちゅうねん。そんなベテランうちのチーム必要ないよ、どのチームにもね。さあどうだ、うわー先頭バッターフォアボール、嫌なパターン。あー山田にホームランでまた点差広がる。5回も投げれねえベテラン、クビでいいんじゃねえ。うん、無理だと思うわ。ほんで、バレンティンに盗塁許すやつなんやの。ボロボロこのバッテリーね。集中力切れすぎやろ、お前ね。恥を知れ。バレンティンに盗塁やぞ、お前ね。バレンティン自身が驚いてる。え、なんでできてるって。片言でね。もう、本当に。4回で買いとけよかったな、こんなことなら。内容も悪かったしね。あまたこれ買い時間違えたパターンだ。まあ、変えたとしても今日はね無理だと思う。中継ぎがさらに打たれそうだわ、番長三浦以上にね。三振、ここで三振取っても意味ない。まあでももう5回で終了ですね。さあもうなんとか取って勝ってもらうしかないですから。石川相手にね2点っていうのも悲しい話だよ。防御率4点台やぞ、攻略してくれよ頼むから。ね、もう筒香さん三振しかしてなくない。さ相手のエラーで1点入ったね。おおしょしょしょ、もう大好き三浦ここで交代ですね。誰で行こうかな。ねこういうシチュエーションではね、まあ疲労溜まってない選手使おうかな。須田でいいんじゃないですか。まあリード時とかそういう場面で使ってるピッチャーなんですけど、まあ、ここは行ってもらいましょう。でショートのエラー、倉本さん、倉本さんやめてね。このプロスピダー比較的能力高いんだから、守備能力に関してはね。のにもかかわらずエラーするんだ、やっぱ倉本やわ。はあもうほんとボロボロだな、どうしようもないって感じ。また捕まるし、もうエラーさえなければこれイニング3人で終わってただろ本当に。
エラーっていうのは全部悪い流れを作るからね。セーフ、わーお、マジで、あーフランシー、この時の川端怖いよ。あーもうダメだね、完全に見てる。制球お化けです、制球眼お化けね。はい、振らずにバッター山田、先ほど番長三浦からホームラン打ったね。もう初球以外攻めるとか、どんな強気なリードだね。何、サバテ級のストレート持ってるピッチャーかな。130台のストレートで抑えれるわけねえだろ番長三浦が。やふざけんなバカがお前ね、配球に問題ありだわ。まあ配球通りに投げたか知らんけどね、失投でそこ行ったのかもしれねえけど、絶対投げちゃダメだよ。力も球威もないストレートをインハイにね。うわー、もうヒヤッとするな、満塁で山田とか。うわ、振ってや、頼む気。もうちょっとその手の球振らなさすぎて野球じゃないわな、もはやね。進化。いや、だから、絶対見送るマンね、低めね、振らないマンとなってます。誰やねん、それ。おい、苦手な球種で三振ね、山田さん、見逃さんはないでしょ。これはないね。うん、2017年の山田哲人さんですよ。おいーす、これも三振。満塁のピンチで2者連続の美濃さん。まあ、須田もよくやったが、相手にも問題あるわな。ブーイングもんだろ、こんなもんね。ひどいな、今のね。お、こっから、チャンス作って。お、逆転者、グリエル。神がおった。よーし、ナイス、いいぞ。勝ってる。いやもう4番グリエルでいいんじゃね。これはワールドシリーズの MVP ですよ。間違いないね。素晴らしいわ。さあ、ここで出てくるのはエレラ。抑えろよ、守るんだぞ。これは意外な展開ですよ。救世主が現れたわ。いやもうこんなのね、別に A はダルビッシュにした行為も許されるわ。実力があったらね。結局実力が物言う世界ですから。野球の才能さえ、実力さえあればもう全然心配ないし問題ないし、 It's alright って感じ。 OK、行くぞ、やるぞ、勝つぞ。さあもう残りは9回ですね。で、代打荒波、まだちょっと点差開けてほしいところではあるけども、いやもう最終回安明でしっかりと締めてね、勝ちましょう。うん、怖いとこだ、山田。うわー、やっぱ山田打たれるか。あー、ピンチきましたね。さあ最後締めましょうよ、しっかりとね。2アウトランナー2塁で、ここでバレンティン VS 安明。得点圏で、まあ打率は低いが、まあホームラン結構打ってるな。低くはないけどね。うわー、怖えー。あと一つなんだけど、あと一つ取るのが難しい。まあこれも外野前進ですね、当然ね、このシチュエーションは。さあ、何で入ろうかな。何で入っても打たれそう。まず、ツーシームファースト。アウトローでしょうね。青いゾーン。行きましょう。ブルーゾーンに。お、息打って、ゲームセット、ちょろちょろバレンティ、イエース、終了ですね。プレッシャーもクソもねえや、こんな終わり方。そらバレンティもブチ切れるわな、今のね。レッツゴー、いただきました。6対5ですね。逆転勝ちですよ、見事なね。まあ、今日のヒーローは当然、あの一撃を放ったグリエルですね。4番の筒香さん、三振しかしてなかったんですけど、まあ、グリエルが決めてくれました、決勝スリーランホームランですよ。さあ、グリエルの一撃は7回に生まれましたね。先頭バッター、倉本はアウトで、その後の下園のアウト。2アウトからの、相手のエラー、山田のエラーで出塁したんだね。やっちゃったね、山田さん。そんなんだから、いつまで経ってもダメなんだよ。で、その後の田村ヒットで、そのグリエルのスリーラン。うわ、これはちょっとね、ピッチャーに同情しますわ。山田のエラーがなければこれね、ホームランなかったですからね。うん、で今日山田さんはね、満塁の場面で見逃さんしたりといいとこなかったからね。ただその山田以上にやらかしてるやつがうちのチームにいるわけですよ。見てくれ、今日1打席目見逃さん、2打席目からさん、ほんで3打席目からさんで、最後もからさん、4-0の4三振。ファク言うだよ、マジでね。お前が打ってくれてた、今日もっと楽に勝ってるゲームだろう。まあ、怪我人ね、違和感持っちゃってるんで、さっきから言ってる通りね。それもあり、本来の能力は発揮できないのかもしれないけども、バットに当たらないっていうのは知らんわ、それね。さあ、これでようやく久々に白をつけることができたね。まあ、オセロなら全部この間の黒が白に変わる瞬間なんですけど、まあ、オセロじゃないですから。消せないからね、過去はね。うん、黒も消せないですから。受け入れて、そしてなおかつ次のゲームを勝ちましょうよ。ほんで、これ、筒香もう万全な状態になったはずなので。ですよね、はい、なりました。違和感からなくなったので、いやもうこれからは活躍期待ですよ。先ほどのような恥をもうこの舞台で晒してくれんなよって感じ。最後はですね、チャンスピンチでプレイしていきたいと思いますので、しっかりと勝てるようね、
今日の先発石田は調子悪いな。いやこれはさすがまずいね。強打のヤクルト打線にこんなピッチャーぶつけたらお前燃えに燃える一試合になると思うわ。いや今日の先発は伊能だね。君に決めた。調子もいいですしね、任せたよ。ほんで打のベストオーダーはこんな感じでいきたいと思いますのでね、ヤクルト戦勝ち越しなるか。プレイボール。お、いきなり荒波のヒットから始まりで盗塁失敗。お前何さらしてくれてんねん、バカかなお前ね。次のバッターのこと考えろよ。余計なことしなくていいんだよ。誰が走れっていう命令を出したんだ。監督の言うこと聞いてくれ、頼むからね。いきなりやっちゃってるじゃないですか。ほんで伊能さんもツーベース浴びるし、もーほんと余計なことするよね。ほんで梶谷、進塁打、グリエルのなんかで1点入る可能性もあったのね。そういう可能性をゼロにするリードオフマン使いたくないんですけど、もうまず伊能で抑えないとね。これまでちょっとあまり好投はしてくれてない選手なんですけど、今日は好投期待ですよ。やっぱりね、エースですから。能力的には一番のエースにならなくちゃダメなやつがね、なかなか結果残せてないっていうのはチームにとってマイナスですから、今日は期待ですよ。さあ筒香フォアボールでまずチャンスを作ろう。さっきからおかしくないねえ。ランナーとして出たやつが盗塁失敗するわ、その後のバッターゲッツーつわ、何これね。野球をしてくれ頼むからね。まあ俺がよく知ってる野球を今やってますけどね、よく俺がやる野球だよ。でも俺の真似しなくていいから、 CP はね、 CP は CP らしい野球をしろ、機械的なね。さあチャンス来たね。2アウトランナー2塁、相手ピッチャー石山絶不調で防御率もなおかね、この試合前の防御率が5点台ですから、攻略できない方がおかしいんだよ。軽く打って軽く点取って軽く勝つんだ、テーマは軽くね。なんで振ったし、どんな顔だよ。そんなボール振ってそんな顔するなよ。あ、フォアボールいいね、チャンス来るかな。あ、いいぞいいぞいいぞ、こういう最低限の形でチャンスを作り、4番に回るんだからね。その4番で打つ打つ打つ、行こう。ここ最近の動画ではね、筒香で打つことがものすごく大きいんでね、多いんでね、ここもぶっ放す。ただ筒香の打率がえぐいことになってるね。2割3分2厘、スランプになるんじゃねえかこのままだとね。バーン、無理して試合に出したので数字だいぶ落ちてるね。いやー、ここも結果は出ないし、打ってほしい4番なんだけどな。さあロペス、先ほどの試合ではホームラン打ってたね。徐々にエンジンはついてきてるんだが、まだ完全なロペスではないわな。このままだと本当ね、2016年シーズン契約ないロペスですから、2015年で終わりということになりますよ。来年あたりはロッテに行くかもしれないね。ロッテかオリックスかどっちかだろうね。うわ、しょうがない、やめて、落ちて、もうこれはもうオリックスロッテ入り確定ね。行ってどうぞ。もうほんとふざけんなよマジでよ。うわ、ほんで伊能さんここに来て連続フォアボールね。もう情けねえ、だっせえ。バレンティンに回すっていうね。あー、ちょっと1球目スプリットで行ったの失敗かもしれないな。ちょっともったいなかった、最後に取っておかないと。盗塁ダブルスティール、おい、余裕アウトだ。おいおいおい、果敢に挑んできたな。結果失敗やけどね、お余裕のアウトやわ。あっ、あ、その結果打たれるんだからね、よかった。相手の盗塁失敗があってね、それなかったらお前終わってたぞ。点入ってたでしょうね、山田の走塁だと。二塁から一気に帰れたと思うんですけど、これはゲッツシフトですね。雄平をゲッツに取るのが理想だが、併殺打率とかものすごい高い選手でしょう。動かす球で、トゥーシームで、ショートゴロ、正面みたいなね、理想だわ。まあ、一番バットを当てさせないことなんだけどね。軽かわして、レフト前。何がゲッツー取るだ、バカ野郎。ここで1点も、連続してヒット打たれてます。本当、ダブルスティールの失敗に助けられたね。今、もう2点入ってますよ、あの失敗なかったんだ。あ、三振、オッケー。はい、三振、オッケー。もう1点入れ、入っちゃったね。いや、だから、ワーイってやりたいの、お前以外のみんなだって毎回言ってるよね。お前がやるにはやめろや、それ。いい加減、中田監督、ぶん殴られるぞ、お前ね。なんだ、その態度は。っていうね。もう、川端にホームラン、お前、これ、1試合目も川端浴びてますからね。ほんで、川端ここまで、今季1号しか打ってないんですよ。またグリエルのホームラン生まれたね。まあ、川端先ほどのホームランで今季2号目ですね。さあ、グリエルの一発で1点差また再び来ましたから、これでグリエルは2試合連続だね。ほんと、浜の英雄なんですけども、それを台無しにする浜のエース。
いらねー、こいつ一番いらねー、抑えない、誰かが取ったらすぐに失点するエース。どこがエースだよ。グリエルが取って投げて、うわー、もう取っただけで十分だよ。抜けてたらこれ点入ってる可能性もあったからね。いやマジでグリエルがね攻守で見せますね、いい動きを。さ、田中、いやもうちょっとピッチャー交代っすね。大佐田行きましょう。絶対抑えたいんでね。まだこの点差だと何が起こるか分かんないし。3点差になっちゃうといろいろときついからね。最高、田中を抑えて、とりあえず6回を終える。よし。ほい。うわー、出てくるんだね。ほんでこの打球、わーい。センター前。2杯のストレート、ベテランなら打てないと思ったんだけどね、ついてこれないと思ったんですけど、甘かったね。普通についてきて普通にヒットされましたと。さあ、はい、3点差開いちゃいました。まあエース伊能がこのクソみたいな流れを作りましたからね、それを止める術は誰にもないということですよ。グリエルの活躍が虚しくなってくるね、これだと。うわー、カットマンとなってないかい。カットモード入るとプロスピ本当終わらないからな。よかった、すぐ終わったね。危うと、もうまた点差広がる。どうすんねん、本当3イニング連続失点じゃねえか。クソ情けねえな。押せない以上野球なんて勝てないんだからね。当たり前の話で、当たり前の話何度も言わせんじゃねえ。残る2イニング、またグリエル回るとこなんで、グリエルの前にランナー貯めて、ホームランが理想なんだが、オンドルセクが出てきた。懐かしいな。ブチ切れて帰った人だよね。2016年シーズン途中にね、メジャーリーグの契約結ぶも、結果残せず、すぐに確か戦力外になったはずですよ。さあ、9回表、来月ゲームセット、バネットですから、ヤクルトの守護神、そういや、この時代はまだおったわ。2016年もいましたもんね。はい。最後は守護神に抑えられてのゲームセットだね。今、バーネットが絶対しないであろう。ペコってしたよ。なんだあれ。中身ジャパニーズだな、完全にね。あの、オラつきバーネットどこ行ったんだ。まあ、チームメイトにはね、ああやってペコってするんだね。うん。まあ、俺の知ってるバーネットじゃなかったんで、ちょっと驚きはありましたけど。グリエルの今季4号、2試合続けての一発は虚しく、このカードは負け越しということになりましたね。まあ、その他のやつが打たないし、打てないし、守れないし、勝てねえし。5月は比較的いい流れで来れてたんですけども、ちょっとここ最近負けを重ねることが多くなってきましたね。さあ、今回の動画はこれにて終わりにして、次回の動画ではこの阪神戦をプレイしていきたいと思いますのでね。で、この阪神3連戦が終了するとその後交流戦がすぐに始まるということなので、まあ交流戦前の最後のセリーグ戦、まあ阪神戦でいい戦いしていきたいんですけども、今季はまあ2勝3敗ですから、まあ五分五分の戦いができてるチームなのでね、まあ最後のセリーグとの戦いでどうなるかは次回の動画お楽しみにね。はい、じゃあここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、また会おう。